かれこれ10年前から震え出してたね。少しずつひどくなってってね、左手の方は案外とこうやってても、ね、こっちはこれこんな感じ。本体性振線っていうのは何か動作をするとき、コップを持つ手がものすごく震える、お箸を持つ手が震える、そういう感じで動作時振線というのがまあ特徴的です。盛んです。狛犬のやるときさ、震えが来てるから緊張して逆に震えるようになってきた。字書くときはもう娘呼んで請求書を書いてもらったり、自営業ですから、これで人に使われてたらもう誰も使ってくれません。ご飯はやっぱりなんとかこうやって左手でスプーンでご飯食べた。おつゆ飲むときは両手でこう持った。足もなんとか震えながら右手でこう。携帯は右手だったらダメだね。これさえ治ってくれたら。頭蓋骨に穴を開けまして、細いニードルを用いてですね、電気刺激を視床というところに送って、電気刺激を送るための電池をですね、この胸の前に埋め込んだり、あるいはその電池の交換を定期的に行わないといけないという。病院かかったら何ぼかは震え止まる薬あるんでないかな。いろんな薬に書いてみたりさ。で、我々の病院に最初に来られてるのは5年前ですね。最初は脳外科のドクターが頑張って薬物治療を試みて、まあ一時的にちょっと良くなったりとかそういうことはあったようなんですけれども、そうこうしているうちに今回こういう FUS という治療、新しい武器を得ることになって、これはもうこの方にうってつけだなと提案してみようということでお話をしました。1年もしないうちに今度こんなのができたからどうするっていうことだって、穴開けるよりはいいわと。いろんな方向からのその超音波を一点に集中させることによって、そこに熱エネルギーを持たせて焼いてしまおうという治療が、まあ、FUS 治療の流れですけども、頭に、位置を決めるためのピンを4箇所固定します。そしてその枠をつけたまま MRI の超音波装置の中へ入っていただきます。ターゲットとなる場所、震えの元になる場所を定めます。パワーを少しずつ上げながら、まあ、大体10回、15回というような感じに分けて治療をやっていきます。で、まあ、その間には効果を見るために渦巻きのを書いてみたりとかですね、直線を引いてもらったりというのを書いてもらいながら、その到達度を見て治療をしていくと。治療自体はですね、始まってしまえば大体2時間以内で終わることが多いです。もう治療の効果というのは、まあ、実は治療の最中から確認できます。それは本人もよくわかると思います。まあ、特にもともと震えが強かった人にとっては本当に目を見張るような効果が出ています。治療直後よりも翌日の方が非常に効果がまた良くなっていると、一段と良くなっていると。こう眠りながらさ、目つぶりながらこう床に、手のついてる床に。こう書いてみて、3回目ぐらいか、なんぼか効果出てきたなって。具合悪い、よくなる人も、中には頭痛くなる人やら、いるらしいんだよね、痛みとか。全然なし。これは、ペンの、今、これ。これが最初のやつ。あ、良さは感じたよ。こうやってみて、全然できるかと思う。
全然普通だった。ありがたいわ。